今日は5時に用意したの。ヘビとね、ポポとミッチーで行った。お猿さんたちやろ。お猿さん3人が。でも先導してるのがポポっていうのはとても不安なんですけど。当てもなく行ったような気がする。今バジルがそれを見てなんかね、向こうで感じてる。ね、レピは、もう行きましょう行きましょう。レピはきっと帰ってくる。ミッチも帰ってくるか。ポポ。覚えてくんないから、教えてくんないからさ。行っちゃうよー。あ、いた。行った、行った。あれは多分ね、うん。教育的教育。そう、ポポのところをね、怒ってると思う。山の上で。どっか、でも来たとこから降りてくるかな。あ、来た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 。あいでおいで。あー、すごいすごい。ポンポン。ミッチほら。ミッチがめちゃくちゃやる。怒りに、怒りに行った。ミッチーがすごいね。ミッチーすごいね。レピー、おいでよ。レピーはきっと、うん、ぐるんぐるんしてまた来ると思う。うん。まあ山で泣いてるとさ、下行った。ミンミン、なかったの。あ、バジも見てる。あ、匂いがちゃ、ここ渡ったんかな。そうかも。下から、ね、逃げていったんかも。ね。あ、バジなんかもうめっちゃ覗いてるわ、ここ。ほら、あんなとこで。レピッピー、あ、ほんと、下、みんな下なのに、うちのレピさん。上と上だからずっと匂いがついてる。うん。ミンミン、行ったね、上ね。頑張った、頑張った。レピッピー。早めに取った方がいい。おいでよー、どっから出てくるかわかんないね。うん、え、ミンミンか。シンプンは、ね、みんなシンプンした。今度はまた下に行ったら、音がする。おー。枝を踏む音が枝を踏む音がいいね、いいよミンミン、行っといて聞いて、ここをきっと枝で今ずっと、うん、おかえり、レピピおかえり、レピピおかえり、うん、レピ足なんか痛めて痛くした。